はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第123回でございます。で、今回は今年の最後のダラダラジオとなりますので、テーマ2015年もありがとうございましたということで、あともう一個が、もう一個じゃねえや、サブテーマが目標は達成できたってやつと、次回は1月1日の20時にアップしますという感じで喋っていこうと思います。でね、まあ最初にも言いましたけど、今年はこれで最後です。2015年、本当にね、動画を見てくださった方、利用していただいた方ですね、本当にありがとうございました。皆様のおかげでいい1年となりました。本当に心からお礼申し上げます。で、まあ1年振り返ってね、だらだら喋っていこうと思うんですけど、あんま長くなりすぎないようにね。だが、しかし、先に言い忘れるとあれなんで、目標の話をしていきましょう。これね、知らない方もいらっしゃると思うんですけど、自分毎年1月1日に目標を掲げて紙に書いてですね、自分いつもパソコンデスクの前に置いてあるんですけど、で、それにちょっと今回出しますね。ちょっと見せます。ドン。ちょっとね、映んなかった、思ったより。こんな感じ。2015年の目標、 YouTube チャンネル登録者10万人、メディアへの出演10回、講演会イベントへの参加、 LINE スタンプの制作で、全員合格はね、絶対毎年掲げてることなので、まあそれも書いてと。つまりこの4つですね、メインとなってるのが。なんですが、これ下に置いてもいい？そしたら上しか映んないね。ちょっと一回届けようか。よいしょ。となっていて、まあこれの結果から、まあ結果を話しながらね、今年を振り返ろうと思うんですけど、まず YouTube チャンネル登録者10万人、こちらは達成することができました。さっきね、今、前日なんで12月26日に撮影をしてるんですけど、確かね、11万4000人ぐらい。メインチャンネルがね、これメインチャンネルの話なので、サブチャンネル入れるともうちょっと増えるんですけど、ごめんね、カチカチやってますけど。11万3800人だそうです、今。はい、ということで、目標達成となりました。で、次にメディアへの出演。まあ、これは、テレビ、まあ、ラジオ出たことないけどね。ラジオとか、本とか、まあ、そうです、その、まあ、新聞とかもそうですけど、その辺を含めてですが、これはね、達成できておりません。28日なんで、明日発売の雑誌に、これ載るのかな、一応話いただいて、その後、よく分かってないんですけど、もし載ったとしても、全部で7回ですね、これで、今年は。そう。で、まあ、未達成になってしまったんですけど、でも、正直言うと結構ここは満足していて、いろんなとこにね、新聞、本、テレビ、出させてもらったんですけど、一番はやっぱり、ビートたけしのね、テレビタックルに出させていただいたのが、まあ、一番思い出深いとか印象深いですね、今年は。まさかだったので。2014年も2回ね、テレビに出させてもらったんですけど、やっぱりこう、映ってる時間というか、取り上げていただいてる、まあ、時間も全然ね、今回は長かったですしね。そういった意味で反響もでかかったし、そう、だから本当にありがたかったですね、これに関しては。来年の目標も決まってるんですけど、その発表はね、1月1日の時にやろうと思うんですが、まあ、満足したらダメですけど、もっとね、取り上げてもらえるには頑張るんですが、引き続き、このね、ひとまず出たと、まあ、取り上げてもらえたって、注目してもらえてるっていうところは、受け取って素直に、うん、頑張ってきてよかったなっていうところで、受け取りつつも、でも、こんなもんじゃねえぞと、もっと頑張らなきゃダメだぞっていうところもね、大事にして、今年も、あと来年もね、突っ走っていきます。はい。で、次がね、講演会とかイベントへの参加。こちらはね、講演会を今年2回させていただきました。中学校と高校ですね。なので、こちらは達成となります。特にこれに関してはね、すごい印象的で、最初にこう中学校の学校の先生から講演会をね、お願いしていただいたんですけど、その先生がね、すごい自分のよくしてくださってて、で、ダラダラジオも聞いてくださってるんですよ、いつも。で、聞いてくださってて、しかもそこの学校ね、ちょっと学校全体で自分の動画を導入してくれてるって言い方おかしいけど、使ってくださってるのね。で、その学校の生徒から、ハイチさんが講演会とかイベントの参加っていうのを目標にしてましたねっていうのを先生が聞いたらしくって、そしたら、っていうふうに生徒に聞いたんですけど、もしうちがお願いした場合、来ていただけるんですかって言ってくださって、もちろんで、ありがとうございますみたいな感じで、まあ、話をね、打ち合わせをして、実現するっていう形だったんですけど、おそらく
自分こうやってね毎年紙に書いて必ず目に見えるところ意識し続ける1年間っていうことをね、目をそらしちゃいけないって思って目標は絶対目に見える風にしてるんですけど、これを紙に書いてだと公言するっていうのも必ずしてるんだけどさ、公言してなかったら多分この講演会はなんだ現実になってないと思うんですよ。だからそういった意味でもやってよかったなと思うし、やってよかったなって思うと一緒で、まあ、なんだろうな、その側面としていやもっと頑張んなきゃなって思う。特にその中学校はね本当によくしてくださってて、他の形でも呼んでもらったりしたんですけど、実際のこう今はね YouTube で活動してるからさ、実際の子たちと触れ合うことってほとんどないんで、そう触れ合うとそうなんだろう、なんていうのかな、実際にそこで学校生活を送ってるこの子たちの力に慣れてるんだって思うのってやっぱすごく大きくて、で、まあ、それもそれとあと11月にやったその10万人突破、記念イベントですね、で今年、全国回らせてもらいましたけど、こう実際に使ってる、子とか、ご家族にね会わせていただいて、やっぱり一方的な発信だから俺からすると、でもあそういった形で力になれてんだなっていう。で何を思うかってやっぱりもっと頑張んなきゃなって思うんだけど、そうっていう感じでしたね。で最後 LINE スタンプの制作ね、これはもう早いうちにかなり早い段階で諦めました。そうでもこれはね本当に叶えたくって、今回達成できなかったのがメディアへの出演と LINE スタンプなんですけど、 LINE スタンプの方が特に反省してる。これはね、自分の計画性のなさが露呈したものなので、LINE スタンプの制作っていう目標じゃないんですけど、今年、あと来年はね、ちょっと形が違うんですけど、LINE スタンプに関しては、必ず現実にさします。これはね、しかも結構これ、掲げてたから楽しみにしてくれてる子がいて、やっぱ LINE みんな使うだろうからさ、そう、なので、頑張ります。すいませんでした。といった形で、もう一回ね、ちょっと画面出しますけど、この4つ、上からね、まず登録者10万には、達成で、メディアへの出演はちょっと足らなかったと。で、講演会は参加できて、LINE スタンプができませんでした。で、全員合格に関しては、これからですね、自分のこれからの頑張り次第といったことになります。はい。そんな1年でございました。で、その目標の話をね、今してたけど、これぜひね、まあ、強制はしないですけど、目標は、目に見える形で、必ず文字にした方がいいです。そうで文字にして、さっきも言ったように目に見えるところに常に置いておく。これはですね、人は忘れます。そう気持ちも変わるし、だから目に見える形で、その特に1月の期なんだ、節目の時に目標を立てるんだったら、そこで燃え上がった気持ちっていうのはやっぱりどんどん違うことも考えるしね、生きていく中で時が流れていってしまうから感情も流れちゃうんだよね。でも形に残しておけば、そうだって今年は10万人だって、正直俺の目標はですね、これ結構えげつないというか全然達成見込みのないものしか立てないんですよ。勝てる勝負はしないので、ここに関しては。だから10万人ね、正直本当いけると思ってなかったですよ、立ってた時は。いやいけるように努力しますけど、そうでもどうしようって思ってて、で去年多分ね、年またいだ時が何人だっけな、3万、4万弱だ、4万いってないな、3、いくらだっけな、4万いってないぐらいだったっけな、わかんないですけど、その前の年が1年間で伸びたのが1万6000人ぐらいかな、伸びたのが。で、そっから7万人ぐらい伸ばさなきゃいけなかったから、この1年は。もうね、どうしようみたいな、そう、って思ってたけど、まあ、いろいろ試行錯誤もして、で特に夏の段階では結構怪しかったんだよね。あ、やべ、今年ほんとマジいなと思ってたけど、でもなんとか達成できたんでね。そう、YouTube の銀の盾申請する方法わかんなくてまだしてないんですけど、そう皆さんにね届きましたって見せたいんですけど、早く。そうでも、まあ、今年はね、またちょっとこの数字に関する目標を立てようと思ってるので、もうちょっとね、勉強関係の動画でもいけるんだよって、そうね、ゲームとか面白い動画とか踊ってみたとかじゃなくたって、そういけるんだよっていうところは
見せていきたいですし、あとは前ねダラダラジオで話したことありますけど、結構 YouTube っていう場所自体が結構って言葉が見てねYouTube で場所自体がイメージが良くないふうに思ってる方が多くてですね、今特に今年事件があったでしょ。そうそうそう、地上がり校のね購入事件もそうだし、変な動画がいっぱい上がってると。でパソコンに詳しくないみんなの多分親御さん世代かな、保護者の方世代だったりするともう先入観ですよね。そうはみたいな、何見てんのみたいな言われることあると思ってた、もしかしたら。そうでも真面目に勉強できる動画だってあるんだよって、そう YouTube なめんなよみたいな感じでねそこまで言わないですけど、でもそういった意味でも自分のやってる意味はできるのかなとは思っているので、そうだね、頑張ろうと思いますざっくり最後だね。で、まあ、最初にも少し話しましたけど、こう振り返った時にやっぱりいろいろあるんですよ。ずっとモチベーション高く入れるわけではないし、迷ったり悩んだり、ね、時に泣いたり、ね、苦しんだり、いろんな感情とともにこの1年過ごしてきて、でも今日こうやって2015年の終わりを迎えることができる、そして2000年あと1週間経てば2016年を迎えることができる、自分はこうやって YouTuber としてね。でそれはなぜかって言ったら、今こう聞いてくださってる皆さん、そしてこのね自分のチャンネルの動画を見てくださってるね皆さんのおかげで今の自分があるわけなので、感謝の気持ちは絶対に忘れることなく、その気持ちを大切に、攻めの姿勢をね忘れずにこれからもやっていこうと思っておりますので、ぜひ2016年もよろしくお願いいたします。で、次回ですね、1月1日の20時にアップと書きました。1月1日がね、何曜だっけな、多分金曜じゃなかったっけ、そうだ、金曜だよね。で、これ去年もアップしたんですけど、多分1日は顔出しで新年の挨拶をさせていただきます。で、予定なんですが、去年と同じく息子の、違う別チャンネルでは顔出してるんですが、みなちょ先輩と、みんなに呼ばれてる息子と一緒にね、新年の挨拶を簡単にしようと思っております。で、そこで、まあ、ちょっと、ちょっとした発表でもないですけど、自分のプライベートのことなんですけどね、皆さんにちょっと知っておいてほしいこととかも話そうと思っておりますので、もしよかったら新年初日からね、お前の顔かみたいな感じもするかもしれないですけど、もしよかったら見てやってください。なので1月3日日曜日のダラダラジオはそれ1日がありますのでお休みとなります。なので新年一発目は1月1日金曜日の20時となりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。でははい。しつこいですけど、今年も本当にお世話になりました。来年も一層ね、さらに進化して前に進んでやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、今回はハイチのダラダラジオ第123回テーマ2015年もありがとうございましたという話をさせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。では次回1月1日ですね、新年の挨拶させていただきますので、もしよかったらそちらの方もご覧ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。